伊藤義弘は、福岡県福岡市沢楽出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。東福岡高校の出身で、2020年からは、同校の保健体育教諭と、公式野球部監督を務めている。スラムダンクを愛読していた影響で、幼少期には、バスケットボールの選手を志していた。通っていた、小学校には、バスケットボール部がなく、 ソフトボール部が二つあったことから、やむなくソフトボール部で活動。中学校への進学を機に、バスケットボール部へ入ろうとしたところ、野球道具一式を揃えていた両親から、野球部に入らないのなら、感動すると言われたことから、高校進学後のバスケットボール部入りを視野に入れつつ、軟式野球を始めた。本人によれば、中学最後の大会で、 自分の失策からチームが0対1で赤敗したことがきっかけで自分から両親に高校でも野球を続けると言ったとのことで東福岡高校への進学を機に公式野球部へ入った高校2年時の1999年に2番手扱いながら夏の選手権福岡大会で7試合中6試合にリリーフで登板チームを 本大会出場に導いたが、初戦で、青森山田高校に敗れた。時速140キロメートル近い速球とカーブを武器に、3年時の夏にエースの座を確保したものの、福岡大会の準々決勝で、勝木き太を擁する柳川高校に7回コールド負けを、喫した。高校の2学年先輩に、村田修一、1学年先輩に、 田中健介、2学年後輩に吉村祐希がいた。高校からの卒業後に国学院大学へ進学。時速150キロメートル、近いストレートを武器に、速球派投手として注目された。チームは在学中を通じて、東都大学野球の二部リーグ止まりで、三年秋にアジア大学との入れ替え戦で、関東勝利を挙げたにもかかわらず、一部リーグへの、 昇格に至らなかった。大学卒業後の2005年に JR 東海へ入社。2006年には中須賀悟とともにチームの都市大会本大会出場へ貢献した。チームが本大会への進出を逃した2007年の都市大会にも王子選手の補強選手として同チームを準々決勝進出に導いた。2007年の NPB プロ野球ドラフト会議で 千葉ロッテマリーンズから4巡目で指名。契約金6000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は、この年までクローザーの小林正秀が着用していた、30。2008年には、前年まで一軍で、勝利の方程式を担っていた、イフックトリオが揃って、チームを離れたことを背景に、レギュラーシーズンの開幕から、 救援要因として一軍に定着。公式戦でチーム4位の51試合に登板すると、共に防御率3.05、9ホールドを記録した。シーズン序盤は大差で負けている場面での登板も多かったが、終盤には勝利の方程式に組み込まれている。2009年には一軍公式戦でチーム最多の56試合に登板。防御率点五五。 二勝六敗ながら、十二、ホールドを上げた。2010年には、レギュラーシーズン中に右肩を痛めて一時戦線を離れたものの、一軍公式戦65試合に登板。最終戦では、クローザーに起用された。チームが、レギュラーシーズン三位ながら、クライマックスシリーズを突破したことを受けて、伊藤は、中日ドラゴンズとの日本シリーズ四試合に登板したものの、 第4戦では、大島洋平に、決勝打を浴びて、敗戦投手になった。しかし、中日の本拠地、名古屋ドームの開催で、指名打者制度が導入されなかった第7戦では、投打にわたる活躍で、日本プロ野球史上最大の下克上とされる、レギュラーシーズン3位からの日本シリーズ制覇を、実現させた。この試合では、延長11回の裏から登板すると、 12回表に、迎えた打席でギダを成功。このギダをきっかけに、岡田隆文の敵地打で上げた勝ち越し点を12回裏に、守り切ったため、2回無失点という成績で、胴上げ投手になった。2011年には、一軍公式戦50試合の登板で1勝1敗15、ホールド、防御率2.29をマーク。9月1日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦では、7回表1死から、非対抗のバットを折りながら、ショートフライで凡退させた際に、打球のコースを確認すべく中堅守の方向へ体を向けていた。伊藤曰く、火のバットのヘッドの向きから、打球が二塁方向へ飛ぶと判断して、目線を切っていたところに、火の折れたバットの鋭利な部分が飛んできて、伊藤の左すねの内側に突き刺さった。 伊藤は、左膝から出血したままマウンド付近に混沌自力で立ち上がれなくなったため、担架に乗せられて、マウンドを後にすると、救急車で病院に搬送された。搬送後の診断で、左足の硬い三頭筋に打撲と座礁が判明。後に、実戦復帰を果たしたものの、この怪我を境に、選手生活が安定した。2012年には、 前年の怪我で左足をかばう癖がついた影響で、春季キャンプ中に、右肩痛を発症。一行も、脇腹痛、右肘痛、腰痛、ぎっくり腰と、短期間のうちに故障が、相次いだ。シーズン終盤の9月26日の対北海道、日本ハムファイターズ戦から一軍に復帰できたものの、一軍公式戦への登板はわずか6試合の、登板で、 プロ1年目から続いていたシーズン50試合登板が4年で途切れた。2013年には開幕1軍入りを果たしながら3試合目の登板で6失点を喫するなど投球内容に制裁を欠いた。1軍公式戦では通算17試合の登板で10点台の防御率をマーク。シーズン2終盤の9月には右肘関節教師下の手術を受けた。 2014年には、9ンジ陣に故障者が、相次いだ8月に1軍へ昇格。1軍公式戦への登板試合数が、プロ入り後最小にとどまったが、8月6日の大東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、右肘手術からの実戦復帰後の初勝利を挙げた。2015年には、1軍公式戦7試合に登板。1ホールドを記録したが勝敗はつかず、 防御率は5.40であった。2016年には入団後初めて一軍公式戦への登板機会がなく10月1日に球団から戦力外通告を受けた。NPB た球団での現役続行や社会人野球への復帰を希望しつつ獲得や入部のオファーがない場合には現役を引退する意向を示していた。 2016年11月12日に12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式で3人の打者と対戦したところ、2人を凡退させる一方で、内村健介にうぜんだを許した。さらに、同月16日から18日まで、読売ジャイアンツの周期キャンプに参加。ブルペンでの投げ込み主体の入団テストに臨んだが、合格に至らなかったため、 テスト終了後の11月19日に引退を表明した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。学生野球資格回復研修制度を通じて2017年2月7日付で日本学生野球協会から学生野球資格回復の適正を認定されたことによって、 同協会に加盟する大学、高校の公式野球部で選手を指導できるようになった。さらに、体育の教員免許を取得する目的で、2017年度から日本体育大学の大学院に進学。体育学などを学びながら、大学院修士号と教員免許の取得に専念した。修士号と教員免許の取得を経て、2020年4月1日付で、 保健体育の教員として母校の東福岡高校に採用。採用後は学生時代に所属していた公式野球部の指導にも携わっている。同年夏から監督に就任するとチームを13年振りの周期九州大会出場へ導いた。翌2021年には全国高等学校野球選手権福岡大会に 初めて臨む予定だったが、部位に暴言を吐いたとして、大会の前から1ヶ月にわたって謹慎。このような事情から、謹慎の期間中と重なる、同大会では、副部長の伊藤博士を、監督代理に立てている。平均球速約時速1 4 4トル最速時速1 5 3トルの速球と、スライダー、シュートを投げた。ただし、 ロッテ入団後の2013年に右肘の手術を受けてからは休息が低下している。ロッテへの入団1年目にはオープン戦で危険球による退場処分を受けながら次の登板でも対戦打者への内角攻めを繰り返した。このような強気の姿勢も持ち味だったが2011年の対日本ハム戦で非対抗の折れたバットが 左膝の内側に突き刺さるアクシデントに見舞われてからは、左膝をかばうあまり投球フォームや体のバランスを崩した。その影響で、右肩、右肘、脇腹、腰を相次いで故障。本人が引退後に10回したところによれば、腰の痛みの原因になった先長の関節炎は、診察した、下界から、手術しようにも、メスで開けてみなければ。 どっちに転ぶかわからないレベルと言われるほどだったという。もっとも手術を回避しながらカイロプラクティックの手術を自費で受けたところ腰の状態が急速に改善している。NPB 入りを本格的に意識したのが24歳でロッテに入団した時点で25歳だったため高校から直接入団した選手に比べて残された時間は長くない。 静まり返った状態で試合を作るより、ある程度テンションが上がっている状態で登板する方が、自分には向いているとして、中継ぎ投手に専念することを決意。このような決意のもとで入団直後から、現役引退後の生活の送り方も模索していたため、巨人への入団テストで不合格を通告されたことを、機に、体育教師への転身を即断した。 即断のきっかけは、東福岡高校で3年間にわたって、体育の授業で指導を受けた、藤田雄一郎や、ロッテ入団時の一軍監督だった、ボビー・バレンタインからの影響で、選手に考えさせる指導法や、選手が失敗しても起こらないコミュニケーション法に、かねてから興味を持ったことにもあるという。ちなみに、日本体育大学の大学院へ進学する意向を明かした時点では、 トライアウトを受けた上にテストまで呼んでもらったので選手生活への未練は全くないです。今後は野球を教えるというよりも JR 東海やロッテ時代に得た社会経験を還元するために中学校か高等学校の教師になりたいですと述べていた。ロッテへの入団を機に自身と同じ福岡県出身の看護師との交際を始めると 入団2年目の2009年に結婚。同級団から戦力外通告を受けた時点で、二男一女を授かっていた。2016年12月30日に、TBS テレビ制作、全国ネットで放送された、プロ野球戦力外通告。首を宣告された男たちでは、伊藤一家への密着取材映像を交えながら、戦力外通告から、 体育教師への転身を決意するまでの経緯が紹介された。伊藤自身も放送後に日本体育大学の大学院を受験したところ、前述したように合格へ至っている。妻はアスリートフードマイスターの資格を取得していて、伊藤が故障に見舞われ続けた時期にも、食事の面で伊藤を手厚く支えていたという。ありがとうございます。